運が良いと思っている人には運が舞い込んでくると考えています。どうもまさくんです。今回は金運お裾分けの第2弾、白蛇弁財天の金運パワーをお受け取りください。栃木県真岡市にある白蛇弁財天。大永2年1522年に秋の宮島厳島より今の古池ヶ淵に御分霊しお祭りしたと伝えられているそうです。拝殿は上池に囲まれており、水の守護神である弁財天をお祭りする神社らしい造りになっています。鳥居の脇に手水舎があります。龍の口から手水が流れ出ます。鳥居をくぐると向かって右側が阿行、左側が運行となっている対の白蛇が本殿をお守りしています。伝えによると、その昔白蛇が2匹住んでおり、吉凶異変があると姿を現し、信仰する者は白蛇の予知と弁財天の霊語により災いを免れ、病を癒し富を築いたということです。拝殿の脇を回るように奥に進むと、もう一つの金運スポットへ行くことができます。こちらが金運銭洗いの滝です。御本殿地下深くより湧く金運銭洗いの滝の御神水は霊水として信仰されております。札効果をこの御神水で洗い清めることで金運上昇、商売繁盛、病の方は毎朝飲むことにより解放に向かうと言われております。それでは早速500円を滝で清めてみましょう。専用のザルがありますので、そこに効果を入れます。清めた効果を種銭として財布に入れておくと金運が上がるそうです。お札も清めましょう。奮発して1万円札です。本当に水につけてしまっていいのか不安しかありません。これでもかというくらい清めてみました。さすがに清めた直後のお札を財布に戻すわけにもいきませんので、清める前にビニール袋など用意しておくといいかもしれません。あなたにも金運パワーが届きますように。